親のこと気になる？そりゃそうだろ、お前の親なんだから。大丈夫だよ、清居。清居と俺の親は何も関係ないから。関係ない？うん、清居と俺の親が関わることなんてこの先一生ないから。だから清居は何も心配しなくていいし。清居？俺とお前の親は一生何の関係もねえの？ない、約束するよ。清居。お前今俺がどんな気持ちか分かるか？分かんない。即答すんな。分かんないなら考えろ。ごめん。謝ってほしいわけじゃねえんだよ。だって怒ってるから。いつもそうだな、俺が怒ったら反射的に謝って。でもお前本当は分かってねえんだろ。全然分かんないよ。夜空の星とそれを見上げてる人間が同じなわけないだろ。何いきなり宇宙に行ってんだ。だから俺と慶は1ミリも交差してないんだよ。同一線上にもないし次元が違うし、だからこそ星は一層輝くんだよ。逆に触れようとか理解しようとかそういうのは全部自分のレベルの星を引きずり落とすってことなんだよ。だから何が言いたいのかっていうと、つまり俺は清居を分かりたくない。清居、結局お前はそこから動くつもりがねえんだな。待って。なんで止めるんだ。だからお前は片思いが好きなんだろ。じゃあそこにいろよ。ごめんな、お前のこと好きになって。